はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、まあ、PayPay のキャンペーンが止まらないということで、PayPay がまた新たにキャンペーンを発表したので、そちらについて解説をしていきたいと思います。はい、それでは早速見ていきたいと思うんですけども、まあ、ご覧の通り、毎月いつもどこかでワクワク PayPay6 月ということで、まあ、こちらですね、まあ、第2弾100億円キャンペーンの終了後、今回新しくキャンペーンとしてワクワクペイペイというキャンペーンの名前で新たなるキャンペーンが発表されました。で、こちらはその第1弾となる6月に関しては本キャンペーンを実施するということで、全国の今回はドラッグストアで開催されるということになっております。期間に関しては2019年の6月の1日から6月の30日まで、まあ、簡単に言うと、まあ、ゴールデンウィーク終わって、まあ、少し経った後から開催をされるということですね。で、利用店舗はこんな感じですね。今現在、PayPay の加盟店である、まあ、ドラッグストアであれば、こちらのキャンペーンの対象となるということになっております。で、こちらの表を見ていただきたいんですけども、まあ、今回そのキャンペーンが付与される、まあ、還元のパーセンテージなんですけども、Yahoo プレミアム会員であったりとか、ソフトバンクワインモバイルのユーザーに関しては 20% の付与。で、普通の PayPay のユーザーの方に関しては 10% 付与ということで、まあ、こちらは、まあ、少し前とあまり変わらなくなってるのではないのかなと思います。で、こちらちょっと少し変わってまして、まあ、PayPay の、当たる確率ですね。これが少し変わってるということなんですが、まあ、PayPay の、普通のユーザーであれば、まあ、20回に1回の確率で最大1000円相当戻ってくるということと、そして、まあ、ソフトバンクのユーザーであったりとか、Y モバイルのユーザー、もしくは、Yahoo プレミアム会員ということであれば、10回に1回の確率で、最大1000円戻ってくるということになっております。まあ、付与の上限に関しては、まあ、下に書いてある通りとなっております。で、この付与の時期に関しては、もうこれも変わりはないですね。まあ、決済の翌月の20日前後ということで、まあ、こちらはもう基本的に20日前後になるので、まあ、ちょっと早かったりとか、まあ、ちょっと遅かったりするっていうこともあるんですけども、まあ、せいぜい2、3日ぐらいなのではないのかなと思います。ここで僕が思ったのは、まあ、すごいなと思ったのが、今すごい話題になってるのはキャッシュレスウィークということで、今ゴールデンウィークの期間が今すごい勝負どころになってるような感じなんですよね。で、まあ、LINE Pay、折り紙 Pay とか、PayPay 含め、まあ、いろんなキャッシュレス、QR コード決済、まあ、今日はもうメルペイも発表されたので、まあ、そこら辺がすごい今力を入れてる中でも、ゴールデンウィーク終わって少し鳴りやんだかなという時にまたキャンペーンを挟んでくるというこの PayPay の賢さというか、うわぁ、やっぱすごいなって、また先の先を言ってきたなと思うと、まあ、ここまでするとまだまだその顧客を楽しませてくれるなと思う。まあ、僕は一ユーザーとしたらかなり楽しいなとは思っておりますね。はい、ということで今回のワクワクペイペイについてお話をさせていただきました。また何かこう補足の情報とかがあれば、また概要欄もしくはコメント欄などでも追加していきたいと思います。そしてまたこのチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、あとグッドボタン、ツイッターもしているのでツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。